今回ね、ネットワークビジネスとか代理店ビジネスについて、ノクさんから動画をいただきました。私もね、代理店ビジネス、ネットワークビジネス、MLM、まあこういったものってのは、なかなかね、ビジネスモデルとしては優れてると思うんですよ。ただ、基本的にはビジネスできない人がやるもんではないですし、ネットワークビジネスとか MLM を通じてね、代理店ビジネスを通じて自分のビジネスセンスを鍛えようと思う人じゃなければ、やっぱりやるべきではないのかなと思います。乗っかるだけでなんとかなるみたいな、そんなね、イメージ持ってる方もいると思いますけど、そんなことはないですからね。やっぱり自分で顧客開拓をして、自分で商品販売を説明をして、サポートをする。これ当たり前のビジネスのことをやんないと、それは信頼されないし、うまくグループ伸びていかないと思うんですよ。で、ここで一旦ね、代理店ビジネスと MLM の違いを申し上げますと、代理店ビジネスってのは、目の前の人に商品を売って、それを繰り返していくことなんですよね。で、商品を買ってくれた人が代理店をする可能性はあるんですよ。で、ネットワークビジネスってのは、本当はほとんど一緒なんですけども、ネットワークビジネスってのは、商品購入はどちらかというと後回しで、自分が商品を紹介するって活動が優先されるのかなっていうふうに感じてるんです。だから比重がちょっと違うのかなと思います。商品を購入して、ああよかったこの商品サービスっていうふうなのが、重きを置いて、ついでに紹介もできるよっていうのが代理店なのかなと思うんですけども、MLM とネットワークビジネスね、こちらの方は、とにかく組織を広げることを前提に、商品はそこに合法的にするために乗っけてるだけ、みたいなイメージがするんですけども、でも、ほとんど一緒だと思います。で、これね、MLM とかっていうのは、やっぱりね、今の時代といいますか、ちょっと前の時代にやっと可能になった形態だと思うんですよ。人が自分の力量で自分の知り合いにいろんな口コミを起こして商品を紹介していくみたいな形ですよね。それまではあそこのお店美味しかったよっていうレベルで口コミってのを起こしてたんですけども、そこにですね、じゃあ紹介料を入れておきますよっていうふうにしてくれたのがアフィリエイトであり代理店ビジネス MLM の元になったところではないかなと思うんですよ。で、人っていうのは感情がありますんで、商品を買ったりサービスを買うにしても、口コミを起こしてくれた人、紹介してくれた人が儲かるんだとしたら、なんか気持ち悪いなって思う人がね、いるんですよ。嫉妬心と言いますか。でも、きちんとビジネス理解した人とか、人間関係に長けた人っていうのは、自分が友達から紹介されたお店に行って、そこでね、ラーメンとかね、焼肉を食べた時に、美味しかったって満足したら、そのお店に対して気持ちよくお金も払いますけども、紹介してくれたお友達に対してもね、ありがとうねって気持ちがあると思うんですよ。で、そのありがとうねって気持ちが、お店を介してその方にバックされるのを、ああよかった、この人も一部紹介料もらってよかったねみたいな気持ちになると思うんですよね。でもなぜかね、そうならない方いるんですよ。先ほどお話したみたいに、自分が友達の紹介の果てにね、そのお店に行ってサービスや商品を買った分だけその友達が得をするってことに嫉妬心を感じて、だったらお前、俺が行ったんだからお前儲かったんだからなんかくれよみたいなね、こういう思考もあるんですよね。それが際立ったものがネットワークビジネスとか代理店ビジネスになってくるのかなと思うんですよ。ですんでね、情報を伝えてくれてありがとうね、本当に良かったよと、君のおかげだから君も儲けてねっていう気持ちの人が溢れていくと、ネットワークビジネスってものすごくね、いい感じになると思うんですけどね。で、なんでこれが起きるかっていうと、理由は2つあって、おそらくね、1つはね、やっぱり自分が儲けるために人に勧めるんだっていう気持ちの人が活動してるのがこういったネットワークだからじゃないかなと思うんですよ。で、もう一つはね、さっき言った嫉妬心なんですね。自分が商品やサービスを買うことによって、自分の払った金額が、例えばね、5000円なら5000円、そのうちの500円がこの人に入ってくるのか、入るのかっていうことで嫉妬するんですよね。本来でしたらその5000円に満足してるはずなのに、いや、この人が500円儲けてるんだったら、じゃあ4500円にしてよっていう思考が働いちゃうんですよ。ね。でも、この紹介料が入んないと、5000円は永遠に5000円の支払いなんで、嫉妬心が起きないんですよね。不思議ですよね。支払いの額は一緒で、受けるサービスの満足度も一緒なのに、明確に誰かがその間で儲けてるってことが分かると、急にね、腹が立つみたいな感情を持つ人がいるんではないかなと思います。そしてその方ってのは、結構ね、大半の方がそういう感情を持ってるんですよ。嫉妬心ってのは。だからじゃないかなと思うんですよ。で、今日の動画のまとめになりますけども、速稼塾ではね、こういうふうな思考を持ってほしいなと思います。例えばね、友達とか知り合いがお店に勤め出しました。もしくは、そのお店開きました。みたいなね、形になって、きっとね、こう思うと思うんですよ。その友達に対して、
お、店出したの？店に勤め出したの？頑張って応援するよっていうふうにね、声かけると思うんですよ。でも実際の応援っていうのは、その店に頻繁に通ってあげて、たくさん注文してあげて、ああ美味しかった、満足だみたいなことね、お店の方にも、お店に行ってない方にも表現することだと思うんですよ。要するに営業活動の片棒を担うことだと思うんですよ、思うんですよね。それが応援することだと思うのに、なぜかね、人っていうのはそういうふうに友達が勤め出した店、友達がオープンした店に行って、友達だから負けたよねっていうふうに友達に損害を与えようとするんですよ。値引きを要求するってことは、しかも友情ってものをね、担保にとって値引きを要求するってことは、友達の店を潰そうとしてるんですよね。あらりを減らすわけですから。これはどうなのかなと思うんですよね。逆に友達ですとか気に入ったお店、行きつけの店には感謝のつもりでね、3割増しぐらいで払うくらいがちょうどいいかなと思うんですよ。そういう精神を持っていただけたら、多くの人がそういう精神を持つとね、値下げや競争ってのが起きずに、むしろね、貢献の試合、ありがとうを形で表す、そういうふうなお互い様ができるんじゃないかなと思うんですよ。だからどうせ商品買うんだったら知り合いから買ってあげたいなっていう気持ちはね、さらに濃くして、この人が儲かるんだったらちょっと割増で払わないまでも正規の値段で、買ってあげようかなっていうふうなね、そんな購入者側の提供の精神があってもいいのかなと思っちゃうんですけど、皆さんいかがですかねでもだって実際自分の大切な人がどっかでね、商売やってたりとかしたら値下げしないと思うんですよ。値下げしてよ、知り合いなんだからって言わないと思うんですよ。だから友達だから負けたよねっていうのは、それ友達なのかなと思いますよねひどいことしてるっていうふうにやっぱり思わないとなぁと私は思うんですけどね。まあですんでね、速稼塾の塾生さんの中にもお店をされてる方、飲食店されてる方いると思いますけども、私が行った時に結構ね、多めに注文したりとか、お土産持って帰ったり、従業員さんにシュークリームをってお土産を持っていくでしょ、だからそういうふうなね、応援したい気持ちなんですよね、私はね。もちろんすいません、気が抜けててできてない、忘れてたところもあるかもしれません。すいません、 100% じゃないかもしれませんけども、ちなみに今年の夏もね、いろんな贈り物皆さんからいただいて、ちょっとまだね、お返しが追いついてないんですよ。申し訳ありませんいろいろいただいちゃって本当にありがとうございます。こういうふうにね、でもね、いろんな贈り物をいただくってことは、多分私の情報発信が何かね、お役に立ってるんだろうなっていうふうに確認するんですよ。本当にありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。それからね、お店や商売されてる方、私の動画で紹介してくれっていうんだったら、どんどん紹介しますんでね、要求を上げてくださいね。どこに店があってどうなのかとかね、場合によっては私そこに行きますんで。最近はちょっと活動があんまりできないんで、外出がね、例の感染症のおかげで。でもそうじゃない時って、例えばたこ焼きのスギちゃんとか行ったでしょ、大阪のね、あそこってなんかたこ焼きのスギちゃんってね、今ね思い出したんですけど、速稼塾の塾生さんじゃないんですよね。私の動画を見てコメントを書いてくれた人なんですよ。でもたこ焼きがやってるってことなんで、たこ焼きの相談いただいたんで行ってみたみたいな経緯がありますよね。なんか最近は海外に移住するみたいなんで、その準備始めて、お店の方ももう今ね、営業終了してるのかもしれないですけどね。でもその短い期間に行けたのは、私の本当にこの幸運だったなと思います。ちょっと長くなっちゃってすいません。 MLM の話以外もしちゃいました。それでは以上です。